級だし焦るよ。仕事も子供もってそんなわがままかな。現代の29歳女子たちが抱えるリアルな本音が詰まった話題作。30までにとうるさくて。結婚するならああいう行動は控えて。恋愛結婚がいらないし、子供持つ資格ないなんて言われたくないから。2000万以上ですか。それぐらい必要だと思うんです。どうして強さとか覚悟とか求められるのかな。恋、キャリア、セックス、そして友情を描く物語に共感する女性たちが続出。セックス大事だよ、私にとっては。今回は第4話までをダイジェストにしてお届け。30までにとうるさくてスペシャルダイジェスト。29歳の遥は広告代理店の営業として働く、いわゆるバリキャリ女子。ついに決まったんだよ、岡本家具の新規プロジェクト。うちが取った。すごいじゃないですか。そうなんだよ。それで深山に担当を任せたい。私ですか。いつもクライアントを経営しな、深山のキャリア的に確実にプラスになる。どうだ。もちろんやらせていただきます。よし、じゃあ頼むぞ。はい。はい。え、開けてみて。嘘。5年経ったけど、これからも一緒にいてほしいと思ってるから。そろそろ結婚しない？しないってそれはプロポーズ？そうだよ、はるかずっと忙しいし、記念日にでもこじつけないとと思って。どうかな、結婚してくれる？もちろん。ありがとう。仕事に恋に全てが順調なはずのはるか。めっちゃ綺麗。結婚おめでとう。あー、でもなぜか素直に喜べず。え、何その顔。プロポーズされたんだよね。うん、まあ、はい、まさか断った？断ってない、断ってない。じゃあ何よ。なんかおめでとうなんだけどさ、おめでたいっていうより悩み事増えたかも。いや、そろそろ子供どうするみたいな話も出てて、でも仕事との両立むずいしさあって感じ。私は早いとこ仕事辞めて子供を見たいけどね。仕事も子供もってそんなわがままかな。わがままじゃないよね、男なら。うん、でももう29だし焦るよ。そうやって年で区切るのやめたら、年齢なんてフィクションだよ。でもさ、35からは高齢出産っていうのはフィクションじゃないでしょ、うん、2人目とか3人目とか考えるんだったら今からじゃちょっと遅いくらいだもん、うん、そんなに子供って欲しい。うん、いつかは。私今すぐ欲しい。自分のために時間使えなくなるんだよ。全然問題ない。京子あんま考えない？全く。てか恋愛結婚がいらないし。あー、出た。え、出た。うん。あ、うと、いらっしゃい。あ、来た。やってきたのははるかたちの親友でフリーランス女子のうた。何この充実感。幸せ。ほらすごっ。いいセックスしたって顔。マジ？マジか。帰宅したうたには同棲中の恋人がいて。誠いたんだ。さっきだよ、バイト終わって。さあ、お疲れ。雑誌見たよ。ちっちゃく載ってたでしょ。可愛かったありがとう。一方、はるかとかなたは。よし、明日早いから先寝るね。うん。うん、おやすみ。おやすみ。寒くない？風邪ひくよ。かなたとのセックスレスもはるかの大きな悩みだった。時間ない中でありがとうね、助かった。じゃこの中から仕事仲間でもある社長の京子とアートディレクターの歌。社長、あ、歌さん、お疲れ様です。いいよ、何？先日ご一緒したシュメールから依頼が来ました。本当に？新しく立ち上げるウェディングラインの発表イベントです。結構規模も大きいそうです。すぐ打ち合わせ日出してくれる？事前にブリーフィング資料もらって、そこまでにコンセプト案最低3つは用意しよう。はい。あ、これ社長宛ての郵便物です。ありがとう。はい、すごいじゃん。シュメールって言ったらかなり大手でしょ。うん、これでまた歌に仕事頼めるかもね。お願いしますじゃあ連絡待ってね。うん、ありがとう。うん、じゃあ。大手企業からの仕事の依頼に喜ぶ京子だったが、一方クライアントのもとへ挨拶に向かうはるか。それで深山さんはどのような戦略をお持ちなのか具体的に伺えますか？そうですね、私たちも担当になったばかりですので、まずは本日お話を伺ってから今後御社にとってどのような形で。じゃあ今日は挨拶に来ただけ？はい、担当になったご挨拶をと思います。それはオンラインでもいいですよね。失礼いたしました。すぐにクリエイティブチームをアサインして企画をご提案させていただきます。性欲発散させてんの？ありがとう。それもあるけど、もう今日クライアントがめっちゃ嫌な人だった。思い通りに仕事が進まず悔しいはるか。そんな彼女の前に現れたのはともや。びっくりした。マジではるかじゃん。私の方がびっくりだわ。会社の同期なの。めっちゃ久しぶりだね。てか俺ね、本社戻んだよ。え、マジ？いつから？来週。来週？そう。うわ、びっくりしたでしょ。おかえり。ただいま。元気だった？元気だった。はるかは？ん？彼氏とかいんの？それはいますいます。なんだ、そっか。何そっかって何？いえ、なんでもないけど。あ？何？じゃ一つ言っていい？うん。俺はるかのこと好きだったんだよ。はは？嘘でしょ。ほんとマジ上田とかに聞いてみ。俺好きだったの知ってるから。いや絶対嘘。もう言っちゃったはず。ちょっとトイレ行ってくるわ。な入会金40万円入ったの？投資だよ。40万払って年収2000万の人と出会えるんだからお得でしょ。同じ頃、出会いを探すカノンは高級な結婚相談所に入会。ペックが高い人が多い相談所なんです。だから他よりまあちょっと高くて。そうかもしれないけどお金大丈夫なの？まあ今だけだから。一方、智也と楽しく飲んでいたはずの遥は。触んないで、ほんとやりたくなっちゃうから。とは言えない。言えないから。大丈夫ですか？飲みすぎた結果、倒れて病院に運ばれてしまう。あ、帰るか。あ、起きた。ちょっと何やってんの？え？なんでいんの？あの男から連絡来たんだよ。名刺交換してたから。え？酔いつぶれて運ばれるって大学生じゃないんだから。本当だよ。やったの？やってないよ。やりたいの我慢して飲みすぎて私運ばれたの。はあ、もうどういうことよ。やりたいの我慢して酔わないようにすんじゃないの普通。てかそんなんだったら早く帰んなさいよ。なんか盛り上がっちゃって。え？何？私紙パンツ履いてる。はあ、え、なんで？パンツどこ行って漏らしたんじゃない？嘘でしょ。嘘でしょ。マジ？もう全然悪く見ない見ない見ない。はい、おはよう。え、何？どういうこと？あ、分かった、すぐ行く。クリエイティブチームに納得いかないなんてまだ始まってないのに。まあ松島さんの要望でしょう。今から提案できる人他に誰かいる？いや、誰か。おい、助っ人呼んできたぞ。助っ人？現れたのはあの夜突然の告白で遥を動揺させた同期の智也だった。よろしく。他のプロジェクトからのオファーも多かったんだけどうちに入ってくれることになったんだよ。なんでよりによってこのチームなのよ。あの夜せっかくセックス我慢したのに。とは言えない。よろしく。あ、今回アシスタントでついてもらう千葉さんです。前からついてもらってて。千葉です、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速資料見せてもらっていいですか？あ、はい。その後かなた君とはどうなったの？どうって？もろもろレスなど相変わらずですよ。そんなすぐ回収しないでしょ。自分から誘ってみたりした？したけどかわされた。切な。この間お客さんがさセックスセラピー行ったって言ってたよ。セックスセラピーって？セックスに関する悩みを解決するカウンセリング。へえ。そのお客さんもさ、年はちょっと上だけど旦那さんとのセックスレスに悩んでたみたいな。効果あったんですかね？あったみたいだよ、その人は。いいじゃん、行けなよ。行けなよ。いいよ。ちゃんとしたレディースクリニックの先生が相談乗ってくれるみたいだよ。今世界中で。そして婚活をスタートしたカノン。歯科医師でヴィーガンの彼とデートするが、動物性のタンパク質を取らなくても十分やっていけますよ。ヴィーガンになってからむしろ体の調子がいいぐらいで。大丈夫ですか？すいません。すいません、ワインのメニューいただけますか？かしこまりました。こちらになります。お願いがある。かたや勇気を振り絞った遥は。ちょっとこれ見てほしいんだけど、セックスセラピーっていうのがあるんだって。別に俺たちに必要ないでしょ。じゃあ子供のことをどう考えてるの？その時はその時で頑張るし。頑張る？頑張んないとできないの？今のは違う、そういうことじゃなくて。けど俺にもタイミングがあって。タイミングが少なすぎるじゃん。だってこの前さ誘ったけど無視したでしょ。無視？いつしてないよ。したよ、気づいてたでしょ。いや、忙しくて疲れてたからじゃない？分かんないよ。こんんなことで喧嘩したくないんだけど。待って、こんなことって何？セックス？大事だよ、私にとっては。私にとっては大事なの。望まぬ言い合いに傷つく遥か。一方カノンは京子からのお願いを叶えることに。いや、京子から男紹介してなんて言われる日が来ると思わなかったよ。私も。なんかあった？気分。うん、お待たせしました。こんばんは。こちら私の友人の三浦京子です。小林です。僕の大学の友人で。そうなんですね。同じ頃遥はかなたとの喧嘩をいまだ引きずり、一人で飲もうと寄り道。そこに現れたのは。お一人ですか？なんでいいの？ん？入ってみたら偶然。嘘でしょ。え、一人で飲みたい気分だった？向こう行こっか。いいよ、向こう行っても気になるよ。そう。付き合ってよ。うん。ああ、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、いえいえ、こちらこそ。カノンさん、よければもう一軒飲み直しませんか？ぜひ。じゃあまた。あ、よければカバン持ちますよ。あ、ありがとうございます。よければですけど、飲み直しませんか？うちここから近くなんですけど。いいですね。じゃあこっちです。ね、前さ、入社した時私のこと好きだったって言ってたじゃん。うん。どこが良かったの？なんだろう。いいじゃん、教えてよ。時効だし。うん、色気がないところ。は？何それ、めっちゃムカつく。いやいや、嘘嘘、めっちゃある、めっちゃある。もういいもういいもういい。正直なこと言うと、再会した時めっちゃドキッとした。いや、前から魅力的だなぁとは思ってたけど、再会してからさらにそう思った。っていうのも嘘。嘘に聞こえた？いえ、そういうことじゃないんです。私、今日は帰りますね。ダメだった。え？このバッグハンガーですよねって言われて、初任給のお祝いに買ったやつ。そんなことまで考えてなかったわ。そっか。その場で急に相手に合わせようと思ってもダメだね。当たり前だけどだね。京子、何があったの？な。子宮腺筋症？うん。会社の健康診断で再検査ってきたから、何かと思ったら子宮が腫れてる状態で生理が来るたびに進行していくらしいんだよね。ピル飲んで痛み軽減させることもできるけど、放っておくと妊娠できる可能性が低くなっていくんだって。男いらないイコール子供いらないって思い込んできたけど、子供だけ考えたら別かもって。そしたらなんか急に焦っちゃって、じゃあまず結婚しなきゃ、結婚するなら誰だろうって彼女にも迷惑かけて、マジでバカみたいなことしてる。一緒に考えよう。子供が欲しいのが最優先なら結婚じゃなくても何か別の方法があるかもしれないし。カノンの言葉に救われた京子。一方、智也と一線を越えてしまった遥は。おかえり。ごめん、起こした。うん。なんか眠れなくて。遥。あのさ、うん、セックスセラピー行こうか。え？あんな風に言っちゃったけど悪かったなと思って。それだけ遥が真剣に考えてくれてたっていうか、それだけ悩ませてたのにごめん。うん、どっかで行こうよ、土日とか。うん、ありがとう。じゃあおやすみ。うん、おやすみ。小さな一歩を踏み出すことになった2人。そして京子も。さっきから何見てんの？精子ドナーのマッチングサイト。え？マジ？見して見して見して。こんなのどうやって選べばいいかわかんない。え、選んでんの？いや、そんな本格的にじゃないよ。ちょっと開いてみただけ。選択的シングルマザーになるにはって調べてて。選択的シングルマザー？あれだよね、夫はいらないけど子供は欲しいって人結構いるみたいだよね。へえ、そうなんだ。じゃあまずはお一人ずつ順番にお話を聞いていきます。どちらからなさいますか？じゃあ私から。はい、はい、あちらにかけてお待ちください。はい。私、多分人より性欲が強すぎるんです。うん、だからたまに他の人とこう衝動が抑えられない時があって。まず言いたいのは、性欲が強いことは悪いことじゃないってことです。結婚したってセックスは他のところでって割り切ってる夫婦だっていますしね。そうやって割り切ってもお二人がそれで仲良くやっていけるんであれば、それはそれでいいと思うんです、うん、でもここに来たということは彼とのレスを解消したいってことなんですよね。はい、そうなれば一番いいと思ってますじゃあサポートします、うん、その意思があることが一番大事。はい、お願いします。はい。では次は長島さん、どうぞ。はい。ありがとうございます。はるか、なんて言ってましたか？それ私が言っちゃったら分けた意味ないじゃないですか。そうですよね、確かに。僕のせいかもしれないです。Sの原因、はい、というと僕が断ることが多いから。どうして断ってしまうんですか？いや、その以前途中で立たなくなってしまうことがあって、それからまたうまくいかないんじゃないかって思うと避けてしまって、うん、なるほど。セックスにはいろんな要素があって、必ずしも最後まで行くことが全てというわけではないと思うんですよ。その前段階のスキンシップだって大事な要素ですし、1から10まで完璧にやろうとせずに、まずはそこを楽しんでみるっていう気持ちだけでも十分かもしれないですよね。お待たせいたしました。どうぞお入りください。はい。素敵なお二人ですね。ではね、お二人ともできればレッスンを解消させていきたいと思われてるのは一致しているようですし、では今日はお二人に最初の課題を出そうと思います。課題ですか？うん、そんなに難しいことじゃないんですよ。どういう課題ですか？今からご説明しますね。こんな狭かったっけね。26、27、28、29、30。これって誰かに見られたらすげえ変なことしてるよね。確かに。課題をこなし、少しずつ変化していく2人。一方、婚活資金で金欠のカノンは、みちるさんが集合だって。本気でかけすぎだって。次こそこの馬は調教師の知り合いが上がり最速って言ってたんだよね。だから3番流しの359か396の3連単で絶対いけるはずなの。これで勝たないと結婚相談所のお金払えないんだから。そんな大事なお金でかけるのやめなよ。だってもうどうしようもないんだもん。しました。450円です。はい、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。これで。はい。ご馳走させてください。あ、京子。そういえばさ、どんな見つかったの？この人とは SNS 通じて出会った人なんですけど、うん、一応経験あってすごくいい人そうで、ね、お姉さんが不妊で悩んでるのを近くで見てて、ボランティアできたらって思って活動してるんだって。いい人もいるもんだね。うん、俺が言いたかったからよかった。さっき馬券売り場で予想してたでしょ。聞こえちゃって。僕競馬詳しくないから、あなたが言ってた通り買ってみたんですよ。え、当たったんですか？大当たり。私それと迷って396の方にしちゃいました。代わりに勝たせてもらっちゃいましたね。え、あ、なんかすいません。あ、え、大丈夫です。これ僕の名刺です。頂戴します。もしよかったらまた改めてお礼させてください。ビール一杯じゃ申し訳ないから。予想外の新たな恋の予感に喜ぶカノン。お願いします。一方京子はついに精子提供を受けることになり、はい、私たちここに行って大丈夫ですか？ロビーとかで待ってましょうか。ああ、大丈夫です、はい、じゃあじゃあこれで。あ、ちょっと待ってください。ごめんこちら謝礼になります。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またご連絡します。はい、では失礼します。例えば美容家からのコメントを OOH に載せる場合、何人くらい集める必要あるでしょうか？そうですね。鎌田さんどう思いますか？え？あ、コメントは何人くらい集めたら？そうっすね。コメント、そうね、20。20は最低。どう？特になんとも。それ本当に意味あんの？いや、わかんないけど。なんだ。はい。どこの病院？わかった。うた、ごめん、誠が事故ったって。病院行く。うた？恋人の事故を知り飛び出すうた。同じ頃、はるかの会社ではある騒ぎが起こる。何？やばくないっすか？何これ、やばいね。やばい誠、うった。バイクで転んじゃってさ。大丈夫。頭打っちゃったからさ、一応念のため精密検査しようってなってんの。無事でよかった。大丈夫だよ。はい。マネージャー。どうも。友達です。どうもねえ、誠、ちょっと仕事のスケジュールの話でいい？はい。来週の雑誌の撮影なんですけど。じゃあ私出てますね。ごめんね、リスケになっちゃったもん。誠から友達と紹介されて傷つく歌。例の社長に話があるって言われた。告白フラグかもしれない。はるかは智也との関係が周りに知られることを恐れていた。この写真の女って嘘でしょ？深山、ちょっと来てくれ。はい。写真見たか？まだなんですけど。まずいだろう。こんなことがプロジェクト内で起きてるってクライアントに知れたら契約切られるかもしれないぞ。上司としてどう思う？間？失礼します。ったく面倒なことになったな。すいません。まあ千葉が投稿するのが悪いんだが連絡つかねえんだよ。まあ座って。ちょっとまず事実確認だけさせてくれ。深山も一緒に聞いててくれよ。その夜、誠に会いたい詩はこっそり病室に忍び込む。なんで来ちゃった。昼間ゆっくり会えないから。びっくりした。バレたらやばいよ。会いたかったよ。うん。まだいらっしゃったんですか？誠、荷物ここに置いとくわね。すいません。一方、カノンは競馬場で出会った社長の高村に呼び出されて。それで今日話したいことなんですけど。はい。うちの会社に来ませんか？え？実は秘書が辞めてしまって求人しようかって考えてたところだったんです。引き抜きっていう形になってしまうので、もちろんよく考えられてからとは思ってるんですけど。あ、話ってそういう。すいません、急にこんなこと。いえいえ。もちろん今決めなくてもゆっくり考えていただいて後日また。いえ、行きます。高村さんの会社。歌、ごめん、しばらく会えない。病院も来ないで。間が異動ですか？ああ。鎌田はどうなるんですか？鎌田はまあそのまま残る。間が異動で鎌田がそのままっておかしいですよね。鎌田はクリエイティブのチーフだろう。替えが利かないから。間だって替えが利きません。これまで一生懸命アシスタントとしてやってきてくれたんです。そうは言ってももう決まったことだ。こういう時っていつも女性が飛ばされて男性はそのままですよね。たまたまだよ。そんなことで突っかかんなよ。そんなこと？そんなことって何ですか？間のキャリアが台無しになるんですよ。男はしょうがねえなみたいになって女はしれっと飛ばされるの全然意味わかんないですし。それに私も異動にしてください。私も友也とやってたんで。はお前何言ってんの？相田さんが異動になるなら私も同罪なんで。どうなってんだよ宮本。っていうかあんただってうちの部の三上さんとがっつり不倫してたでしょ。あんたが一番先に飛ばされてくださいよ。なんてこと言うんだよお前。って本当に言っちゃった。同じ頃、歌は会えない理由を直接聞くため誠のもとへ。そんな顔しないでよ。もう来ないでって言ったのに。でもひどいじゃん一方的に。マネージャーにバレた。キスしてるとこ見られた。別れろって言われた。よく考えなさいって。大事な時期だからって。それで？別れてほしい。本当にごめん。仕事のため？そうじゃなくて、それもあるけど、レズビアンとして生きていくって想像しただけで大変なことの方が多すぎる。私さ、もう傷つきたくないんだよね。ごめんね。誰だって無駄に傷つきたくないよね。私がちゃんと強かったらよかったね。分かったよ。社会に存在することが前提とされてない感じ。歌には絶対幸せになってもらいたいのに。お母さん、歌のために何ができる？もういっそ全部話して、その上で。ちょっと待って、何言ってんの？お腹空いてます。はい、ペコペコです。ちょっとお願いがあるんだけど。そうやって世界って変わっていくわけじゃん。私幸せになりたい。許されないとは思うけど、本当に反省してるし。信じられないんだけど、マジでありえない。30までにとうるさくては最新話までABEMAで配信中。